こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、宇宙戦隊キューレンジャーと遊ぼう超ラッキーです。はい、価格999円、税込みということで、こちらクジャク9玉がついています。こちらは先月もね、同じようにキューレンジャーと遊ぼう発売されましてね、前回はケンタウルス9玉が付属してましたが、今回はクジャク9玉ですね。ちょうど番号がね、ケンタウルス9玉は31番で、こちらクジャク9玉は32番ということになっております。はい、ではちょっと本紙の方をパラパラっと見ていきますが、クジャク9玉を使ってるところですね。羽で攻撃してますね。そして後ろの方はゲームがいろいろとありますね。これは9玉ダンシングのやつですね。他にもいろいろなゲームがありますね。そして裏表紙には今週の土曜日から始まる大熊9玉キャンペーン、これは竜ボイジャーと小熊ボイジャー&大熊ボイジャーを買うともらえるということですね。あとはまあこのセットがあるんですけども、セットを買うとまた1個もらえます。はい、それではこちらの付属のクジャク9玉を作っていきましょう。はい、こちらもですね、組み立て式となっております。はい、パーツは6個で、組み立て方がね、説明書に書かれてますんで、説明書の通りに組み立てていきます。まずはこのこれですね、番号がついたものを下にして、こちらの台座のパーツですね、認識ピンがついたこのパーツを一番下に入れていきます。そしてこちら絵柄のついている緑のクリアパーツ、こちらを入れます。そしてこちらの中のパーツですね、9玉の中のパーツを、この向きにして、ここの土台の部分にカチッとはまるまで入れます。はい、そしてもう一個の緑のクリアパーツを取り付けて、これもパチッと今で取り付けます。で、そして最後にフレームのパーツ、こちらもね、パチッと今ではめれば、はい、完成クジャク9玉。回すスライドはこのような感じですね。はい、では早速セイザーブラスターで音声確認をしていきます。Let's go!
はい、続きまして9連号での発行絵柄を確認していきます。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーと遊ぼう超ラッキーの付録クジャク9玉をご紹介しました。こちらもね、本編でどういう使い方をされるのか楽しみですけどもね。まあこの中にネタバレですね、これスレッドはこのクジャク9玉を使ってイカーゲンをまあ倒すのか、まあ戦うんですかね。それがどんな感じでね、テレビの中の映像がどんな感じなのか楽しみですね。はい、ということで以上トイズガオーでした。